me see. Thank goodness you're awake, or I'll have to try my last-ditch move. Emergency skills for junior patrollers. Lesson one, CPR. Never did it on any living person, though. Chizia. Sorry. You just woke up, and here I am, chatting up a storm. Are you all right? Do you feel any discomfort? You can call me Trisha, and she's Yang Yang. Gorgeous spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar, or someone returning home? So, you don't know why you're here, where you're from, or who you are. Baijia didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. We can't send or receive messages for help now. We better hurry over to meet up with Baijia at our gathering spot and get out of here. Guess you really can't recall a thing, but don't worry. If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. Rover, can we call you that for now? Before you remember your true name? We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? Terrains are complicated here, and we usually take that one route. If you don't mind, perhaps we can leave together for now. You can decide your future plans once we leave here. Yeah, let's get going! I know you can't remember a thing, but there's one thing I'm 90%, no, 100% sure about you. You must be a resonator too. You've got a tacit mark on the back of your hand, and you have a gourd. This is proof you're a resonator. Your gourd's design looks a bit different from the ones we use, though. Also, we have resonators who can detect the formation of tacit fields nearby, like what Yang Yang just did. She can tell all kinds of information by reading the streams in the wind. That's her resonance ability. While I couldn't feel a thing. Plus, not many people are gonna hang out in the wilderness these days. Unless they're resonators.
It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet, there are times when
行こう。静かで平和だけど、急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。って言ったそばから？共に旅をしてきたこいつが、先は長い。見つけに行こう。みんなと一緒にいたい。共に旅をしてきた、行こう。
一気に行くぞ。いや、甘い。行こう。マーシャオファン、いやいや、力らしくないんだ。しました。どこか具合でも、もしかしてさっきの戦いで。採取について思い出したのですか。これは今週の採取の彫像です。採取は交流にある一定6州にそれぞれ一人いて、皆異なる外形をしています。今週の祭主は核と呼び、竜の姿をしているのです。まさにこの彫像のように。文明と歴史があるところに祭主は存在する。交流は長い歴史と豊かな文明を誇る土地です。なので最も多くの祭主がいる場所でもありますね。また交流の各地域をそれぞれ統治する祭主ですが、元は一つの存在だったという記録もあります。もちろん他の場所にも採取はいます。でも数としては交流よりもはるかに少ないです。ほとんどの交流の採取は竜の見た目をしていますが、その他の地域だと異なる見た目をしています。中には言葉で表現するのが難しい採取もいるのですよ。え、採取が？採取の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに採取が近くに見えているのですか。ということは漂白者さんは採取の共鳴者。でも今の今週採取の共鳴者はレイン様ですし。やばい、これって巨狼級の残像だよね。地下を助けましょう、漂白者さん。砕けろこの光で。気をつけて。
行くぞ。ふっ、あっ、この身を刃に対面。はっはっ、ええ、行くぞ。だ、行こう。光を前へ響け。初めての共闘なのに息ぴったりだったじゃん。それにさっきのヤンヤンの戦う姿、まるで我が子を守るお母さんのよう。うん、毅然と漂白者を守るその姿、かっこよかったよ。それに残像を倒すあの手際の良さ、いや私ですら何が起きたのかわからなかったよ。しかあ、白紙といえばもうすぐ待ち合わせ場所に着くよ。ああ、白紙っていうのは治療の共鳴能力を使える人で、谷底であんたを見つけた時私たちと一緒にいたんだ。簡単な応急処置をあんたにしてくれたのも白紙ね。あの時の漂白者さん、まるで溺れているかのような呼吸の異常があったのですが。あ、信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯が敵の攻撃を防いでくれるから安全な場所でもあるんだ。漂白者さん、デバイスを貸してもらえますか。これで大丈夫です。機種とバージョンが違ってもデータの送信などの基本機能が使えるようになりましたよ。歴史を感じる。行こう。大事にしないと。
少し疲れた。行こう。もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますので、デバイスのパラシュートモジュールを使うと便利ですよ。漂白者さんのデバイスにもパラシュートモジュールが搭載されているみたいなので、後で使い方を教えますね。谷口を出てもうちょっと歩いたら昆虫城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設は難攻不落。中枢信号塔が城全体を覆うように保護シールドを出してるからね。へへでしょ。今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、関所と要塞の役割を持つので交流の要衝と呼ばれています。白氏、ここで待ち合わせするって約束したのに来ないな。ここに発生します。文句？いつの間に？来た時はまだなかったよね。ここへ来た時には感知できませんでした。早いにも程があるって。天空海には追跡機能でもついてるのか。まるで私たちの後を追ってきたみたいじゃん。無音区の中央、あれって白紙じゃん。されたばかりの無音区は一定時間潜伏期に入るので比較的安全ではあります。今は安全なはずです。潜伏期の持続時間は無音区の形成時間に依存します。形成時間が短いほど潜伏期が長い、そして潜伏期が長い無音区からは
強力な残像が生まれます。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だからこの無音区は一定時間内であれば安全なはずです。ヒーローショーのシナリオならありえるかも。それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。まずは白紙のもとへ急ぎましょう。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨老級の残像をやっつけてたし。いや本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。白紙はただあなたのことを心配してくれているんです。確かにさっきまで倒れていたあなたをむやみに連れ回すべきではありませんよね。おしゃべりするなら場所を変えましょう。漂白者さんと一緒です。それと変な残像も。おそらくその残像の能力よ。気をつけて。ふっ、隙だらけだ。
行くぞ。この光で。しなくてさ、私も大丈夫です。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって、私は特に何も、すべて漂白者さんのおかげです。雲稜谷はそれほど危険な場所ではないはずなのですが、これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは残響と音階について覚えていますか？万物は周波数で構成され、音には必ず響きが残る。デバイスのデータドックを使えば回収できます。デバイスってのは共鳴者たちが持っているあの瓢箪のことな。交流の技術は世界一。でも残像を倒したら必ず残響が手に入るってわけじゃないんだ。これはデータドックのレベルが関係してて、データドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。
残響を手に入れれば恩返という心強い味方になってくれますよ。ですが、先ほどデバイスが発した警報は怒涛級以上の残像の出現を知らせるもの。漂白者さんのデータドックレベルでこの残響を回収できるのでしょうか。とりあえずやってみよう。あ、ダメか。よく噛んで食べろっていうしさ。弱い敵の残像を回収していけばいつかこんなのもいけるようになるって。確かこの辺りに小さいアツツがいるんだ。あれ可愛いんだよ。後で一緒に捕まえに行こう。この異常現象は各所に報告する必要がありそうね。まずはここを離れましょう。残像丸飲みとか恩返し炭焼きとか。漂白者さんの失った記憶と関わりがあるのでしょうか。今ので何か思い出したことはありますか。気分はどうですか。何かおかしなところはありませんか。お体は、具合は、吸収した残響の影響は。白氏、漂白者さんを過疎研究院に連れて行って共鳴医療科で診察を。白氏、体が恩害を吸収する。得意な例ではあるけれど、全く前例がないというわけじゃないわ。体が恩返を吸収？季節眼、交流編の冒頭にこんな言葉があります。この世におりし天人、健康を師匠に宿し、その身に恩害を収める。一気行化、生まれし万古、天地を覆い、敬意相応をもって四方を照らす。しかして交流史は始まり、初めて天衆を分かつ。これが今私たちが使っているデバイス、万古デバイスとデータドックの名前の由来となっています。本当かどうかはさておいて、これすっごい昔の話だよ。今週なんて概念もまだないんじゃない。もしかして漂白者、
私たちのご先祖様だったりする。まだデータサンプルと研究分析が足りない。結論を出すには至らないということ。脅迫者、あれ？受信できるようになった？これは変帝から今週全域への映像メッセージですね。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。今週の婚礼員今週です。月追祭が近づいており、今週にも各地から客人が訪れています。この素晴らしい祭日、民の期待に応え人々が楽しく過ごせるよう心から願うばかりです。退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地、後退も失敗も許されない、そんな戦争の重責を果たしてきた。ですが本州を支えてきた民のおかげで、このような繁栄と平和を築くことができました。皆さんの存在が世界に輝く本州を作り上げたのです。我々は常に恐れに屈せぬ意志と温かく誠実な態度を抱いてきました。それはこれまでもこれからも変わることはありません。重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していることでしょう。周囲で起きている奇怪な現象にもすでにお気づきになられているかと思います。ですので、もし今週境内にとどまるおつもりでしたら、今週城内の変帝でお会いできないでしょうか。あなたの疑問すべてにお答えすることは叶いません。しかし諸々の助力をあなたに提供させていただくことはできます。もちろんこれは要請ではなく単なるお願い。いかなる道を進まれようとも、それはあなた自身の選択でございます。したがって今週の皆様お願いします。その客人と出会うことがあれば便宜を図り精一杯もてなしてください。
なんというか。レイン様が言っていた客人は、その記憶は本当で見事なのかは分かりませんが、レイさん様から通信内容を本当ならば、教育者さんの経歴は今週中深い関係があるはずです。ですが、レイさんの客人かどうかに関わらず、教育者さんは私たちの大切な。
行こう。
行こう行こう。